繁栄軍師純英の人生好転ラジオ、ここが私のターニングポイントのお時間です。この番組は毎週素敵なゲストをお招きして、その反省を伺いながら、その方のターニングポイントでどんな出来事があり、何に気づき、どう行動したかをお聞きしています。毎回語られる様々な人生好転ストーリーの中から、ラジオを聴いてくださる皆様の生き方のヒントにしていただきたいとの思いからお届けしております。本日は世界に通用する個性の育て方という本を執筆され、子育てセミナー等で全国を飛び回るクロスドチャーチ、岡山の牧師様をされている、後藤哲也さんにお越しいただきました。後藤さん、本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、後藤さんはと、以前ゲストで出ていただいた中里さんからの、ご紹介で、お会いしたんですけど、著者仲間ということで。そうですね、はい、著者仲間です。中里さんとはあれですか、別の講演会とかでお会いしたということですか。講演会で一緒になったことはないんですけれども、はい、一緒に本を出していこうという、その仲間で、そこで出会いましたので。なるほど、はい、この実際にこの本を先ほどいただきましたが、Amazon でちょっと僕も検索してみたら、皆さんこの評価がすごいですよね。ああ、はい、ありがたいことに。びっくりして、でもうほぼね、パーフェクトの5ぐらいで、はい、これだけやっぱり人の心に響いてるんだっていうのをね、改めて、見させてもらったんですけど、今ご、ね、後藤さん、プロフィールをちょっと見させていただくと、すごく、カウンセラーをされたりとか、講演家だったり、牧師様をされたり、本を書かれたり、であと、何でした？CD、音楽のプロデュースとかもされてるということで、多岐にわたって才能をいかんなく発揮されてるようなんですが、実際に今されてる活動も含めてちょっと自己紹介していただけると嬉しいです。はい、基本的にはキリスト教会の、先ほど言ってくださいましたクロスロードチャーチ、岡山の牧師をやっております。はい、でその牧師がメインなんですけれども、その教会の中でいろんな相談を受けて、心理カウンセラーという形でいろんな悩み相談を聞いて答えたりしています、でその傍ら、その講演会、セミナーなども、何回か年に数回ですね、依頼を受けて行っております。なるほど、はい、でこのやっぱり、教会に来てね、相談される方ってすごく深刻な方もなんか多い感じはするんですけど、そこから相談受ける中から心理学って学ぶようになったんですか。もともと心理学というのは学生時代からやっておりまして。そうなんですね、はい、でもうその頃やっぱり自分自身がなんでこんなに心が辛いんだろう、なんでこんなに気持ちがざわつくんだろうという中で学び始めたのがきっかけですね、でそれが今役立っているという。その辺の話をまたね、転換期の方にもしかしたら出てくるかもしれないんですけど、実際に今ね、かなり幅広い、ベースとして軸があって、そこから、広がっていってる感じはするんですけど、後藤さんの今の活動につながる人生の転換期って振り返ってみるとどこにあったと思います？そうですね、大きな転換期というのを考えてみますと、出版を、この本をですね、出版しようと思った時が、私にとっての大きな転換期かなと思ってます。出版した時じゃないです、そう出そうと思った時、出そうと思った時です。ほう、はい、というのはですね、セミナーの一つに、ビジョンカムトゥルーセミナー、つまり夢を実現しましょう、皆さんの夢が実現することをお手伝いします、というセミナーを持ってるんですけれども、で、そのセミナーを持っていて、いろんな自分の夢を叶えたい、ということをですね、今ずっとやっておりまして、で私自身もですね、いろんなビジョンを設定しては、叶えていく、例えばですね、カフェを経営したいという時には、実現したりとかですね、で例えば音楽やってますので、ライブハウス、岡山のライブハウスを制覇したい、メジャーのライブハウスを制覇したいという時には制覇できたりとかですね、ある時はドームでライブをしたい、というふうなビジョンを持った時には、大きなイベントの1コマだったんですけれども、ドームで演奏できたりとか
ですね。そんな風に、まあ、自分自身がビジョン叶えてきたそのコツ、はい、そのノウハウというのを伝えていける、はい、そういったセミナーもやっていたんですけれども、はい、出版を自分がやりたいと思った時に、うん、なかなか叶えられない。ほう。3年経っても5年経っても、はい、出版ができない、うん、でまあ、商業出版という形で、はい、あの自分でやってしまう自費出版ではなく、はい、商業出版ってもう大変だな、うん、難しいな、はい、ビジョン達成できないなという時に、はい、かなりへこんでですね、悩んでですね、自分がこのビジョンを達成できるということを言っていながらもできない、はい、というのでかなり苦しんでですね、はい、でそこが、ね、大きな転換期になりました。なるほど、はい、で思ったけど、思った時が転換期っていうことで、思ったけどその3年間それが実現できなかった時の葛藤が、はい、そうですね、でその時にやっぱり、はい、あの心の葛藤、まあ、それを打開したっていうのはどんな感じのことをされたんですか。そうですね、で、まあ、その心が苦しくなった時に、一応そのビジョンセミナーで言うですね、いろんなことがですね、はい、例えばビジョンを公にする、いろんな人に自分の夢を語る、あるいはそのビジョンというのがあのみんなに応援してもらうために、まあ、多く掲げるとかですね、はい、そういったことがあったんですけれども、うん、あんまりそれが人に言えなくなる、公にできなくなる、で、あの後藤さんと出版目指していましたよねって言われたら、はい、ちょっともうどうしようかな、恥ずかしくなるよちょっとこの話題に触れないでくれない、触れないでみたいな感じになってですね、はい、だからなるべく触れないように、自分からも公にしないようになって、でその時からずっとやっていたブログもですね、はい、止まっちゃったりとかしてですね、そういったあの、まあ、人生のピンチじゃないですけど、はい、あ、こんなに辛いことがあるんだっていうふうに、まあ、かなり自分の中で思いまして、うん、はい、でそれまではやっぱりあのドリームカムツルーっていうことであの夢を実現するセミナーもやってて、はい、で他の方に言ったのその自分の要は心とのズレっていうのは、うん、苦しいですよね、やっぱりそこに行ってるのと、はい、ギャップがあるっていうことはすごく苦しかった、はい、と思うんですけど、はい、あのビジョン設定セミナー、はい、ビジョンカムトゥルセミナーの時に必ず言うのはいろんなノウハウあるんですけど、はい、一番言いたいことは自己肯定感を高める、はい、つまり自分はこれで大丈夫なんだ、自分はこの能力があるんだというふうにしっかりと自分自身を保つ、うん、これがビジョンを達成することでつながるっていうことを言ってきたんですけど、はいはいはい、達成できない自分っていうのがこのままでいいのかなというふうに思い始めて、はい、まあ、自己肯定感が少し下がり始めたほうというのがやっぱり、まあ、その転換期というか、ほう、まあ、苦しんで、でも、まあ、達成できるのかなというふうに、うん、まあ、変わっていった、はい、そこの心の動きが僕にとって大きいかなと思ってます。その時は何に気づいたんですか。その時には、はい、まあ、やっぱり自己肯定感が今まで低かった、はい、あの3年かかって5年かかってもなかなか出版できないという自分の自己肯定感が低かった、はい、だからその時に出版ができなかったとしても、うん、みんなにちょっとあなんか達成できなくて残念だねと思われたとしても、うん、自分はこれで OK、うん、というふうに思わなきゃいけないなと、うんうん、というふうに心のスイッチを変えていった時に、うん、まあいいかと、あ、うん、これ出版したかったけどまあニーズがなかったのかな、まあ、それはそれでいいかなっていうふうに自分を OK していった時に実は好転していった、うん、なるほど、はい、この僕もねあのそのお話聞いててすごい面白いなと思ったのがやっぱり、今ある現状を受け入れるっていうのと、うん、開き直りっていうあの言葉としてはすごくネガティブな方に聞こえるんですけど、はい、僕はその開き直った時の力ってすごいなと思って、うん、でそこから今ある自分をあの肯定するっていうところにつながるのかなとちょっとお聞きしてあったんですけど、自己肯定感を高めるってあのどうなんですか。これは自分でできるものですけど他者から与えられないとできないものですか。実はですねこれも、はい、あの自分はできるというふうに思い込めばいいっていう、はい、まあ、そういった方法もあるんですけれども、うん、やっぱり根拠がない、はい、自分でできるできるって鏡の前で向かって言ってもですね、うん、でただ自分で言ってるだけじゃない、はい、だから誰かに言われたとしてもいやじゃあなんでできるの、うん、なんでそれで OK なの大丈夫なのという根拠がないなというふうに思うんですけれども、はい、うん、で私の場合はですね、はい、あのクリスチャンですので、はい、牧師ですので、うん、やっぱりその根拠というのが神様である、はい、
神様がこの僕をこのままで大丈夫、うん、で神様は僕を作られたので、うん、その状況で大丈夫、なるほど、というふうに思う、うん、そういった意味での自己肯定感の維持ですね、はいはいはい、それを心がけています。なるほど、はい、僕もよくね、肯定感、自己肯定感っていう中で自分の中でやっぱりそれを高めようと思った時に、もう一人の自分が否定してくるんですね、はいはい、要はおっしゃったように、はい、材料がない時ってやっぱりその時に今僕の考えの中では自己肯定感を高めるのは、はい、他者からの評価っていうのがすごく大事なんだって、はい、そのためには他者に対してどうあるかっていうところがやっぱり大事になってくるなと思うんですけど、その自己肯定感を高めて、で要は今のままの自分を受け入れた時、はい、現状が変わっていったっていうお話だったんですけど、はい、ここで一旦 CM 入れさせてもらって、はい、後半でですね、後藤さんがその気づきを得た後どういうふうに変わっていったかっていうのをちょっとお話聞かせていただきたいと思いますね、はい、一旦 CM 入ります。ごめんなさい、ビジョン達成セミナーですね、はい、あなたの広告、街中で大きく宣伝してみませんか。伊佐交差点近くの大型ビジョンデジタルサイネージなら、交通量の多い国道58号線沿いで PR に最適です。毎月1万円から掲載可能。広告内容も幅広く対応しています。お問い合わせは 934-1111 クレド株式会社まで。お母さんの幸せ、それは家族の幸せ。心からの手当てで、心からの医療を。アイレディスクリニックは小さな命を守るために早産ゼロを目指します。はい、軽自動車の時代、軽がマンドイビンド、長浜モーター、鈴木の新型ソリオカ、軽がヤッシャイビンド、長浜モーター、宜野湾中古車街道ど真ん中、黄色い建物が目印、軽自動車のスーパー長浜モーター。繁栄軍師純英の人生好転ラジオ後半です。前半ではですね、後藤さんが、目標を達成するためのセミナーを、普段されているんだけど、ご自身の出版に関しての、目標達成ができない、まあ、3年間できなかったということで苦しんでいた時に、今あるその達成できない自分を受け入れた状況から、かなり現実が変わってき始めたっていう話までしていただきましたが、その今ある自分を受け入れた時に具体的にどういうふうに変わってきました？そうなんですね、はい、その転換期というか、その受け入れる前にすっごい深刻な辛いことがありまして、はいはい、というのは東京にいます、はい、私の出版の師匠的な存在である松尾昭人さん、あ、松尾さん、はいはい、松尾さんがですね、はい、いろんな編集者の方、うん、出版社の編集者の方を紹介してくださったんですね、はい、でいろんな編集者の方に会ったんですけれども、うん、ある一人のですね、はい、編集者さんがいろいろ、あ、後藤さんいいですね、はい、いい企画持ってますね、じゃあこういうふうにやってみましょう、はい、ブログもやったりとか、ブログランキング貼りましょうとか、いろんなことを課題をくださって、はい、でまあ、それを一応 こなしていく中でですね、うん、何回かやり取りをする中で、ちょっと東京に後藤さん来てもらえますか、はい、かなり大手の会社だったんですけども、はい、これはいよいよ出版かなと思って意気揚々とですね、はい、その方に会ったらですね、はい、こう言われたんですよ。後藤さん、岡山でも十分牧師として活躍してますよね、はい、わざわざ出版する必要ないんじゃないですかというのをわざわざ東京に呼んで、はい、そういうふうに言われたんですね。これ言うためだけに呼ばれたんです。え、電話で済みそうなんですけど、電話でメールで済、ね、むんじゃないかなと思ったんですけど、はい、わざわざそれを言うために呼び寄せて、はい、だからまあうちとしては、はい、もうこれ以上無理ですというふうに言われまして、でその時にですね、まあ、この野郎と思いますよね、内心思ったんですけれども、はい、やっぱり謙虚な姿勢を持ってですね、うん、今まで時間を取ってくださって感謝です、うん、ということを言って、ただまあですね、いつか出版した時には、はい、あの時のね、断られたのがバネになって、はい、反骨精神で出すことができました、はい、感謝しますみたいなね、はい、書こうとか思ったんですけれども、はい、でもですね、2、3日経ったら、うん、
この野郎という反骨精神が全部消えちゃいまして、やっぱりネガティブな気持ち、怒りというのはその場になりにくい、だから本当に自分は出版に向いてないのかなというふうに思いまして、で私の方からも松尾さんとかにも今まで感謝します、あのちょっと自分にはまだふさわしくないのかな、でも細々とやっていきますっていうことを言ったらですね、ある出版コーディネーターの方を紹介してくれまして、でその方が私の企画書を見たら、後藤さん全然いけますよと、で後藤さんのそのいろんな、まあ、バックグラウンドとか経歴を見たら、子育てのエピソードが多い、で子育てのいろんなカウンセリングしているので、このニーズって今あるから、これどうですか、私もそのエピソードいっぱい持ってますので、できますよ、というふうな流れで、トントン拍子で出版が決定したんですよ、あっという間でした。あ、そうなんですね。だからまあその時思ったのは、どんな時にも謙虚な姿勢で対応して、でそれでもまあいろんなお世話になった方に感謝をしていきながら、で自分を受け止めていった時にまあ好転していくのかなというふうに実感しました、確かにおっしゃるように怒りはすごいパワーを与え、まあ、瞬発力を与えてくださるんですけど、その後はそこから出てくるものっていうのは、引っ張る力ってまたちょっとね、汚れてる感じしますもんね、持続もしますよね。そうですね、もともとでもあの牧師さん、まあ、神様の教えとかでそういうことに対して、何した自立するというところもあったからなんですかね、そうですね、だからまあ、あのいろんな人がいる中でね、で、まあ、その他者と自分っていうのは、まあ、いろんな関われたらそれは嬉しいんだけれども、でもそれが関われなかったら、まあ、それはそれで OK というですね、そういった考えで、まあ、ちょっとね怒りが落ち着くまでも時間かかりましたけれども、でもこの3日間でそれを収めるっていうのはすごく、まあ、一般の方からすると早い方だと思うんですけど、そこであの別の出版コーディネーターの方からつないで、あのお断りいただいたところとは別の出版社から出版されたっていうところです、で出版されてみてどうです？そうですね、あのありがたいことに、Amazon とかでもですね、あの反響があって、1位を取ることができまして、でそういったあの1位を取ったりとか、まあ、商業出版できたということで、子育てセミナーというのは全国で呼ばれるようになって、今毎月1本ペースで、呼ばれています。で沖縄では4本ですね、呼ばれておりまして、すごいですね、今回来ることができました、でこれやっぱり月1本のペースで、やっぱりあのコーディネーターの方がおっしゃったように、やっぱりあの需要としてっていうか、それを必要としている方ってニーズは多いですね、で子育ての相談とか、その悩んでる方のやっぱり、なんですか、多い悩みってどういうものがあるんですか？あの最初はですね、簡単な悩みで言うと、うちの子供勉強しないんです、どういうふうに勉強させたらいいんですか、という、簡単な悩みでは多いです。なるほど。どうしたらあの学校に入れますか。でもその時に、まずお答えするのはやんわりですけど、今焦点どちらですか、子供のことですか、自分のことですか、今勉強させたいのはお母さんですよね、この学校に入れたいのは親ですよね、でも子供の能力とか子供が何をしたいかというのをよく見てあげて、それでもここに行きたいと思ったら行かせてあげる、サポートができたらいいですよね、という焦点を変えるということはお伝えします。なるほど、確かにあの親御さんからしたら子供のためと思ってるものが、ベクトルは実は自分に向いてるっていうのは多いですね。多いですよね、あの他には何かありますか？ちょっと大きな悩みで言うとですね、まあ、いろんなあの内容があるんですけれども、ざっくり言うと、私はこの子の親でいいんでしょうか、親として自分はなってないんじゃないですか、でやっぱり自分が親になった、子供を持ってるけれども自分自身はまだ子供だし、どうすればいいんですか、というふうな悩みは非常に多いです、形は違えど。でその時に私がお伝えしているのは、講演会でもですね、必ず言うのがですね、お母さんはお父さんはこの子のお父さんお母さんでとっても良かったと思います、つまりどんなにうまくいってないなと思っても、そのお子さんはもう素晴らしい子だし、いい子だし、でお母さんも素晴らしいお母さんですよ、素晴らしいお父さんですよ、でできないなと思っていたとしても、それは問題ではなく課題です、それをクリアしていくための一つの課題です、だから親自身にも伸びしろがあって成長していきましょうね、
て、しっかりと親のそのままでの自己肯定感を上げようとします。その時にですね、子供に対しても余裕が出てきたりとかして、あ、じゃあこういうふうにやってみようかな、ちょっとあの子供のわがままをね聞いてあげようかなとかですね、そういうふうになっていくのかなと思っているので、なるべくお母様がそれで大丈夫ですよ、頑張ってますね、お疲れ様ですということを言うようにします。嬉しいでしょうね。やっぱりあの子育て、まあ、特にお母さん方ってすごく子供さんに向き合って一生懸命やってるが上に、何でしょう、もう山を登ってる状態なんで、あの要は高みの方を目指して、はい、親として上に高みを目指したい、子供をそこに押し上げたいって、あの岩場にすがってる状態だと本当に周りが見えなくなったり、視野が狭くなってくるので、あの苦しい状態っていうあると思うんですね。で周りとの関わりの中で自分のことを分かってくれないっていう方多分多いと思うので、その中で後藤さんからあのよく頑張ってますねっていうことを一言もらうだけで、どれだけの親御さんが救われてきたかって思うと、このセミナーに来た方とか、まあ、この個性の育て方っていう本を読んでくださった方のあの評価を見てると、すごくそれは伝わってきますね。もうそれが私の使命なのではないかなと思ってます、はい、あの自分はこのままでいいのかな、大丈夫ですよ、あ、よかったんだ、そこでもう一回子育てに頑張っていけるというふうに気づいてもらうのが、もうあの本の、まあ、目標でもあるし、セミナーの、まあ、ゴールでもあるのかなと思ってます。はい、はい、あの先ほどの、ね、話でもともとはね、要は自分の思い描いたものを叶えるっていう、セミナーをメインでやって、はい、最初で、アプローチしてたのはそっちの経営の話だったってことですよね、はい、で、わざわざ東京まで呼んで断りを受けて、はい、で別の方とのご縁がつながって、新しい、ね、おっしゃるように個性の見つけ方、育て方で自己肯定感っていうところに、やっぱり子育ての方に、ジャンルをやっぱりやっていく、はい、シフトするっていうのは、はいはい、すごく新しい なんか使命っていうか、はい、そういったのを与えられた感じはありますよね。そうです、ただですね、はい、全然その、入り口は違うんですけれども、はい、私 その根本的なテーマというのは変わってなくてですね、牧師としてもビジョンセミナーの場合にも、はい、また子育てセミナーの場合にも軸というのは自己肯定感を高めるということなんです。入り口がまた違ってきた、はい、ということですね。あ、増えたという形なんですかね。そうですね、はい、いろんなジャンルの皆さんがいますし、でいろんな人生があるんですけど、全ての根本の、まあ、問題というか、その解決方法は自己肯定を上げること、はい、高めること、はい、そのことによってしっかり自信を持って取り組んでいける、ビジョンがなかなか達成できてなくてもそれでも大丈夫なんだ、という中で開けていける、そこが軸なのかなと思ってます。なるほど、はい、このラジオを聞いてくださってる方にちょっとワンポイントで、例えば自己肯定感を上げるために普段の中でなんかできることってありますか？はい、そうですね、まあ、自分はできる、一番できるっていう風な、はい、その思い込みというよりもですね、はい、よく相談があるのがですね、自分はこういった会議に出るときに、皆さんがどうしても言うことを聞いてくれなくて、意味ないんじゃないのかな、とかいうね、具体的な相談があるんですけども、はい、いつも言うのが、あなたがそこの場所にいるだけで、実はもうみんなはありがたがってます、もしあなたが発言するだけでもうみんなさん感謝してます、でそんなレスポンスがなかったとしても、もう自分はすっごい皆さんに貢献できたんだな、と思ってください。だからその皆さんの状況を気にするのではなくて、もう自分はもう存在してるだけで、その会議に出るだけでもうみんなにプラスになってるんだなと信じてください、はい、っていうことはお伝えします。なるほど、はい、自分の存在自体を自分で認める、何をしたかじゃないで、あることがもうすでに価値があるっていうのを自分で認めることができたら、すごいこれ変わってきますね、はいはい、今日私がこうラジオ出ることで、はい、どんだけ届いたかどうかは分からないんですけども、はい、私がここで喋ることによって、やっぱり届いた人もいっぱいいるんだなって勝手に思ってます、はい、でもその後藤さんのやっぱりね、心から伝えたい言葉っていうのはやっぱり多くの方に響いてくださると思うんですけど、はい、お時間がもう
間近になってきたんですが、はい、今後どういう形で活動されていきたいですか。そうですね、同じように子育てのセミナー、はい、あるいはビジョンのセミナーとかもやりながらですね、うん、できたら2冊目3冊目、うん、その入り口が違う、はい、いろんなジャンルで書けたらいいかなとは願っております。なるほど、今後またご活躍を楽しみにしています。はい、今日はもう本当お忙しい中、番組に出ていただいてありがとうございます。ありがとうございました。はい、これからまたますます発展されることを祈っています。はい、この番組の内容はリスンラジオというアプリを使って世界中どこにいてもリアルタイムでお聞きいただけます。本日のゲストの後藤さんに関する情報へのリンクも YouTube チャンネルの方にも貼っておきますので、ぜひぜひそちらの方から辿ってきてください。繁栄軍師純英の人生好転ラジオ、本日のゲストは世界に通用する個性の育て方を執筆されたクロスロッドアーチ岡山の牧師さんをされている、後藤哲也さんでした。また来週お会いしましょう。さよなら。